いきますか。声だけ。声だけです。うん、どうぞ。おい、みゆのみゆまいたぐち、そうさきそぼにんスタジオ東京。クラブに入ることにして、その時サックスを初めて見て、形がなんか人間みたいな感じがしてかっこいいなと思ってサックスを選びました。最初はジャズを基本に演奏方法を学んだり、アレンジングとか理論とかはジャズで勉強したんだけど、その音大っていうのがクラシック中心になっていたので、もっと他の音楽を知りたいなと思って、日本の伝統音楽とか、あと東南アジアのバリとかタイとかの音楽とか、インドの音楽、伝統音楽を勉強してました。アメリカに行った時はそのバンドのみんなで行ったので、向こうでセッションしたり、向こうでライブもやらせてもらって、で向こうのミュージシャンといろいろ交流して帰ってきて、で日本帰ってきてからは、まあ、ブラジル音楽中心だったんですけど、ブラジル人と演奏し始めて、それで日本にあるいろんなブラジルレストランでいろんな人と演奏してました。その後またもっとブラジル音楽知りたいなと思って1ヶ月リオにいました。でその時はずっとレッスンに通ってサックスの勉強したり、あとアパートでずっと練習してて、あとあちこちでセッションしました。楽器が初めてだったんで、もう全然わからなくて非常に不安だったんですけども、ラの音がどうしても出なくて、まあなんとか、それも2ヶ月ぐらい経ったら出るようになって、で最終的に、オーバーザレインボーを先生の前で初めて吹けた時は本当に嬉しかったですブラジル音楽は日本人にとって親しみやすいと思うので、ボサノバはすごい普及したんだけど、他にもすごいいい音楽があるので、その日本の23倍も大きい国だから、すごいたくさんの音楽があって、みんなにそれも知ってもらいたいと思います。今は一つはショーロだけのグループも作って、であとは、そのボサノバ以外のブラジル音楽をみんなに知ってもらいたいと思って、いろんなジャンルを一個のライブに取り入れて演奏してます。それとそのブラジル音楽の紹介と、あと自分で作った曲を演奏してます。自然をテーマにした曲が多くて、例えばなんか海の中で潜ってた時に海面を見上げて、すごい光が海の中に差し込んでて、あ綺麗だなって思ったりとか、そういうことはあまり海の中に潜らない人は気づかないと思うから、そういうこととか、なんかちっちゃなことだけどみんなが気づかないような
ことをテーマにして曲を書いたりしてます。パワーもきっともらえると思うのでぜひ聴いてもらいたいです。